こんばんは。お疲れ様です。めっちゃ寝落ちしてました。今日めっちゃ朝早くて、あの仕事で帰ってきて眠すぎた。遅くなりました。おはようございます。目かゆい。なんかさ、昨日さ、なんかもうめっちゃ目かゆいなって思ってたの。そしたらさ、なんかさ、まぶためっちゃかゆくて、なんかまぶたかゆいと思って、そしたら急にまぶたが腫れ始めてさ、これ何なんですか？花粉なの？花粉で腫れたの？ひなのまぶた。なんかもうこんな感じになって、なんか普通にこんな感じ、もう蚊に刺され、もう、めっちゃ蚊にまぶた刺されましたみたいなまぶたになって、大変だったんだけど。おはようございます。まだ声が眠そう。めっちゃ眠いめっちゃ眠い。今は大丈夫なの？今もちなみにめっちゃかゆい。もうあの目玉取って洗えるなら洗いたい。ガチで目玉取って洗えるなら洗いたいです。マジで最悪。でもなんか周りも結構目かゆいって言ってる人多いから、まあ、花粉なのかなって思ってはいるんですけどね。こんばんは。秋の花粉だと思う。めっちゃ痒いんだよね、本当に。なんかすごいレベチで痒い。すごいなんかもうね、でなんか体にもなんかジンマシンなのみたいなのできて、体中痒いの。これは花粉なの？それともなんかさ、ストレスみたいなのでさ、こうなんかジンマシンみたいな体中痒くなってんのかな。マジで謎すぎて怖いんだけど。なんか体も痒いんだよね。なんか。お腹とか背中もなんかジンマシンみたいなのできた。何かアレルギーで食べ物食べた？いやー、何にもアレルギーじゃないはずなんだがっていう感じ。急にまぶた生え始め、なんかかゆいなー、かゆいなーって。でも別にさ、もう麻酔とかしてるからまぶたかくとかあれだなーと思って、なんかもうちょっとこうやってポリポリってちょっとかいたぐらいでめっちゃ急に腫れたそう、食べ物だけアレルギーないはずなんですけどね。
ないはずなんだけどな。目薬してみた、うん、結構ねしてるんだけど、なんかすっきりしない。なんかいいな、スカスカする目薬結構苦手だったんですよ。あの目に入れた瞬間もうんってなる。でも目がかゆい時にそういう目薬するとめっちゃあのかゆみ収まるってことを最近知って、ちょっとゲットしようかなって思って、スカスカの目薬。そうなんかそういうの結構なんかうえもうびっくりしちゃうからさ、結構苦手だったんだけど、結構そういうスカスカの、なんかもうスカスカの目薬じゃないと目薬してる感ないっていう人いるよね。それに慣れたら普通の目薬確かにできなさそう。かゆいもなんかこうやってまぶたきしてるだけで、かゆい目がもう今にもなんか寝落ちしそうだよね。なんかもうこんなこうやってシュッパシュッパして、目薬すると口の中に甘みとか苦みが伝わってきます。わかる、めっちゃわかる。かゆいよ、かゆいよ。こんばんは。眠い。微妙に寝落ちした。微妙に眠い。ギリギリ1時超えちゃう。全然それはいいんですけど、みんな遅い時間にすいません。なんかすごく気持ちよく寝てた気がする。すごく気持ちよく爆睡してたな今多分。きっと。そういう感じがする。何か夢見たのか、夢は見てるのかもしれないけど覚えてない。目が冴えてきました。自分も日の同意を寝落ちするよね。お仕事終わってお家帰ってきてさ、そんな単純になんかお風呂入ってもうベッドに入ってとかできないよね。もう寝落ちしてて、あ夜中に起きてさ、まだお風呂入ってなかったってなる方が過半数ですよね。じゃないと困る、さすがに。それが過半数じゃないと困る。人間じゃない。素晴らしすぎて。めむ。足しびれてきた。
ガンスは言い過ぎなのよ。そんな人間味がないともう逆に困るわ。なんかいや、なんかそういうとこ人間味ある人が好き。あのなんかさ、もう本当に殺して殺してからじゃないと絶対寝ませんみたいな人と多分一緒に生活できない。自分がめっちゃそういうの適当だから。自分がそういうのめっちゃ適当だから、そういうのあのなんかちゃんとしてるけど、なんかちゃんとしてない人がいい。だからといってなんかめっちゃもうめっちゃ全部適当でなんかっていうのは嫌だけど、でもそういうのまあいっかーで寝落ちしちゃったりする方が人間味ある。どうなんだろう、過半数でしょそっちの方が。まあひなはよくやるんですけどね、そういうこと。ひなはよくやっちゃうな。やっちゃうよね。眠いんだもん。眠いしめんどくさいもん、夜にお風呂入るなんてさ。しかもお風呂なんて父さんと一緒なのに、こんなに大変な思いを毎日している人々は素晴らしい。ね。ちょっと先にランキング読んどこうかな。いきます。13位くずさん、12位、袴ごし、袴だっけ、うん、いつもわかんない、なんとかごしさん、多分なんか袴系の感じ。ごしさん。11位、神鍋さん。10位、まこっちゃさん。9位、埼玉のおじいちゃんさん。8位かねちゃんさん。7位正代さん。6位ティンバイヤーさん。5位アンドゥーさん。4位ひろゆきさん。3位ジンさん。2位ゆうとさん。第1位ケイワンさん。ありがとうございます。はい、ということで、ということで、よく寝落ちしてるので完璧には遠いです。同じく。お風呂キャンセル界隈、もう全然ひなはお風呂キャン界隈だと思う。マジで風呂キャン界隈かも。マジで人前に出ないでもうお家にいるとかだったら全然マジで風呂キャンだわ。人前に出るのはさすがに風呂キャンできないけど、お家から出ないとかだったらマジでフルキャンする。余裕で。拳で。マジか。いや、するでしょ。当たり前なんだけど、結構ひなの中だったら。ひな多分フルキャン界隈の女王だよ。それは嘘。お風呂入らず配信してる時もあるんか。あるでしょ全然。余裕で。全然なんか、何も思わず余裕でフロキャン界隈するよ。フロキャン手頃いいな。人間味あって、全然するでしょ。ってか何にも恥ずかしいことだと思わないんだけど、フロキャン余裕でしてこ。余裕でしてこ、世の中のためにもね。とか言って。はい、ということで、皆様、俺もフロキャンしてこう。フロキャンしてこう、マジで。フロキャン熱いよ。今の世の中は、世の中はね、フロキャンの時代ですから。
余裕で。ということで、お風呂入らず物販行くか、あーそれはちょっと嫌かもな。人には迷惑かけないので私は、風呂キャン界隈ではあるけど、人には迷惑かけないように、あのお家から出る際に風呂キャンで出ることは必ずしないので、私はそれだけはって感じで今日から風呂キャン、よし。もうでも本当にオフ3日とか続くようだったら、みんなで風呂キャンしましょう。はい、ということで今日も一日お疲れ様でした。遅くなってごめんね。配信また明日配信します。おやすみなさい、バイバーイ、ありがとうね、遅くに見に来てくれて。レッツ風呂キャン、レッツ風呂キャンでさよならしましょう。皆さん行きますよ、せーの、レッツ風呂キャン、おやすみなさい、バイバーイ。いやだ、だってまたね、おやすみなさい、なんかかっこいい。おやすみ、バイバーイ。